それではただいまよりウェルカムアンサンブルをお届けいたします。
皆様、大変長らくお待たせいたしました。吹奏楽団ベルエキップ主催、摂津市公演、吹奏楽団ベルエキップ第8回定期演奏会、ただいまより開演いたします。皆様こんにちは。ありがとうございます。お席前の方空いておりますが、ご遠慮なくご移動もできますのでよろしくお願いいたします。本日はご多忙の中、また外は大変寒い中、吹奏楽団ベルエキップ第8回定期演奏会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。この吹奏楽団ベルエキップは、自主性を持って前向きに楽しく音楽をしようと、さまざまな世代の方々が集まって2001年9月に設立されました。こういったさまざまな立場の人が集まる一般バンドでは、学校や仕事、家庭の都合などでなかなか思うようには練習ができないことが多く、さらにこの楽団に関しては、練習の前に楽器や練習場所を確保することにも一苦労があるそうで、今までもそうですが、本日の本番を迎えるまでもやはりさまざまな問題や課題が出てきたそうです。しかしそんな中でも奏者の皆さんは、今日のこのステージに向けて精一杯楽器を吹き、音楽を楽しみながら真剣に練習に取り組んでこられたとお聞きしております。楽団設立当初から所属している方をはじめ、つい最近入団されたメンバーまで、きっと今ステージの上にいらっしゃる皆さんは、本番独特の高揚感とそして緊張感に身も心も包まれていることと思います。
本日は皆様方と音楽のある楽しいひとときを過ごしていきたいと思いますので、どうぞ皆様最後までごゆっくりと楽しんでお付き合いください。それでは演奏会を進めさせていただきます。まず演奏会の幕開け、最初にお送りいたしました曲は楽団名であるベルエキップの名称のルーツでもあるドラマ王様のレストランのテーマ曲をお届けいたしました。この曲は楽団の演奏会のオープニングとして本日まで演奏され続けた曲で、吹奏楽団ベルエキップのオリジナル編曲だそうです。1995年に放送されたドラマの曲ではあるんですが、大変な人気曲で、今でもたくさんの料理番組や CM でもこの曲を耳にする機会が多くありますよね。皆様の中にもご存知の方がたくさんいらしたかなと思います。さてここからは第1部のプログラムへと移らせていただきましょう。第1部では吹奏楽を代表するアメリカの作曲家の往年の名作を演奏させていただきます。まず最初の曲はレックス・ミッチェル作曲海の歌です。この曲は1979年に出版された作品で、優美な旋律を持ち、数多くの彼の作品の中でも最も人気の高い作品です。海の風景そのものを綿密に描写された曲作りではありませんが、海から与えられるさまざまな印象を大きく捉えた音楽で、時代を超えて今も愛され続けています。それではレックス・ミッチェル作曲の海の歌、どうぞお楽しみください。指揮をいたしますのは吹奏楽団ベルエキップ指揮者小石範代です。
レックス・ミチェル海の歌お聴きいただきました。穏やかな海、時には荒れた海、いろいろな情景が表現されたパワフルな一曲でしたね。さて次にお送りいたします作曲家はジェームズ・スウェアリンジェンです。吹奏楽を代表する作曲家の一人であり、また教育者としても有名な人物です。彼が教材として作曲した作品は膨大な数に上り、日本でも吹奏楽を始めてから彼の作品を演奏したり聞いたりしたことのない人はほとんどいないと言えるほど人気の高い作曲者。そんな彼の作品からこれから演奏いたします曲はロマネスクです。この作品は演奏技術の面で無理なく音楽を奏でられるようにと彼の思いと工夫が込められた楽譜作りがなされており、音楽面では心を捉える美しい旋律が特徴的です。ジェームズ・スウェアリンジェン作曲ロマネスク、どうぞじっくりとお聴きください。
皆様いかがでしたでしょうか。ロマネスク聞いているとなんだか優しい気持ちになってきますね。さあこんな第1部もあっという間に残り最後の1曲となりました。続いてはジェームズ・バーンズの作品よりアルバマー序曲です。彼も吹奏楽を代表する作曲家の一人であり、また親日家としても知られていまして、国内の吹奏楽団からの移植作品も数多く発表されています。この序曲は1981年度のカンザス州ウィチタ地区の音楽祭に合わせて作曲されました。題名を聞きますと有名な地名や名所を題材にしたような想像が膨らむんですが、曲名のアルバマーとは作曲者の自宅近くにあるゴルフ場を経営している夫婦の名前がアルバさんとマリーさんで、ゴルフ場の名前がアルバマーカントリークラブだったからとのことらしく、特に深意味はないそうです。もうそのまま通ったという感じですね。そして楽曲構成はオーソドックスな序曲に見られる9、間、9の3部構成で、一度聴いたら口ずさんでしまいそうな親しみやすいメロディーやダイナミックな展開が吹き手の心も聞き手の心も掴んで離さない吹奏楽界の名曲といえる作品です。それではジェームズ・バーンズ作曲アルバマー序曲お楽しみください。Thank you.
さて、舞台上の奏者の装いもカジュアルな感じに仕上がっておりますが、それとは裏腹に衝撃的な音楽から第2部がスタートいたしました。皆さん途中からなんか聞いたことあるなこの曲って思われたんじゃないですか。皆さん今演奏された曲のタイトルはご存知でしょうか。曲はロシアの作曲家セルゲイ・プロコフィエフの作品で、有名な劇作家のシェイクスピアの戯曲の中でも名作と言われる悲劇ロメオとジュリエットを題材にしたバレエの音楽、ロメオとジュリエットよりモンタギュー家とキャブレット家というタイトルなんです。しかし私たちからすると、そうです、携帯電話会社のソフトバンクの CM から聞こえてくる BGM ですよね。ソフトバンクの CM といえば、10年間にわたり白時計というテーマで白い犬のお父さんと家族のやり取りが特徴で、有名なセリフは予想外ですでしたね。そういえばソフトバンクの CM からはこの曲もよく聞こえてきます。この曲もバレエ音楽なんです。ピョートル・チャイコフスキー作曲のくるみ割り人形より足笛の踊りという作品です。この作品は小学校の音楽鑑賞などでも使われることが多いので、先ほどのロメオとジュリエットより原曲におなじみの方も多いかと思います。このように近年にテレビから聞こえてくる音楽は、番組や CM のオリジナルソングばかりでなく、こういったクラシックの音楽や過去の映画や番組で使われた音楽のリバイバルが多くなっています。演奏会の冒頭で演奏しました王様のレストランもその中の一曲になりますね。いつも何かテーマを決めて進めている第2部のステージですが、今回はテレビから聞こえてくる、でも題名は知らないあの曲をテーマに楽しい音楽をお届けしてまいります。
ここからは皆様お手元のプログラムに沿ってステージを進めさせていただきます。さて次にお届けいたします曲は携帯電話会社 AU の CM で使用された楽曲やってみようです。 AU ではおとぎ話をモチーフにした三太郎シリーズの CM が話題を呼んでいますが、この曲は今年の年始より放送されていた回で使用されていました。パワフルなロックバンドで若者に大変人気のワニマが歌うこのナンバーは、イギリス民謡を原曲とする日本の童謡ピクニックをロック調にアレンジしたものです。丘を越え行こうよ。このメロディーがとても愉快なこの楽曲の起源は、一説ではアメリカ黒人民謡とも言われています。曲のルーツを遡っていくと、いくつもの過程が発見される、長きにわたって親しまれたメロディーを皆様楽しんでお聴きください。それではやってみよう、どうぞ。思わず体を横に揺らしたくなる楽しい楽曲でしたね。やってみよう、お聴きいただきました。さてここまでソフトバンク au と続きましたので、次は ntt ドコモと行きたいところではございますが、違う目線でお届けしたいと思います。次回お楽しみに。次はですね、現在の西洋音楽に大きな影響を与えた作曲家で、今回のテーマになるテレビなどの BGM の曲作りの考え方、また日頃にお店などで流れてくるイージーリスニングと言われる音楽ジャンルの考え方のルーツとも言われているエリック・サティ。その作品の中から日本で最も親しまれているだろうナンバー、ジュトゥブをお届けいたします。この曲は1900年に作曲されたフランスの歌曲を示すシャンソンというジャンルで、題名には
あなたが欲しいという意味があります。また歌曲として作曲はされましたが、今日ではピアノ独奏曲として世間では知られています。名曲のリバイバルや使用に際してはその都度アレンジが加えられることもよくあるのですが、今回はジュトゥブに様々なアレンジを加えられた楽譜で、そんな手法も聞いて楽しんでいただこうと思います。この楽譜のアレンジャーは宮川明さん。お父さんは宇宙戦艦ヤマトの音楽や商業音楽で数々のヒットナンバーを生み出した宮川博さんです。彼もお父さん同様に商業音楽での活躍が多く、ディズニーランドなどの劇音楽の担当や様々なショーシーンで彼の作品が使用されています。また NHK の連続テレビ小説ひよっこの音楽や、以前に教育テレビで放送されていました音楽教養番組クインテットの担当もされていました。そんな彼のユニークで魅力的なアレンジが施された素敵な音楽の世界、ジュトゥブ。サティの特徴を抑えたイージーリスニングから始まり、優美なワルツ、コミカルなマーチと続いていくショーミュージックをどうぞお楽しみください。Thank you.
ショーミュージックの世界、お楽しみいただけましたでしょうか。皆様ぜひですね、ご遠慮なく体を一緒に動かしていただいたり、手拍子していただいたり構いませんので、この後もゆっくりご一緒にお楽しみくださいね。さあ、次の曲は日本ならではの音楽ジャンルと言えると思います。テレビゲームの音楽からの作品をお届けいたしましょう。テレビゲームにおいては、任天堂のヒット作ファミリーコンピューターがきっかけで、日本のみならずその全世界にゲーム文化を広めることになります。非常にたくさんのタイトルが発売されているゲームには、その各々に個性豊かな音楽も付随します。特に物語性が高く、プレイヤーがその世界観にのめり込むことができるロールプレイングゲームは大変な人気を誇っており、以前はゲーム販売日に徹夜の行列ができるなどの社会現象を生み出すことにもなりました。もしかすると当時徹夜で並んだ、または並ばされた思い出のある方もいらっしゃるかもしれませんね。今日は数々の名作の中でも特に人気が高く、シリーズ1作目から30周年を経て、今も新作やさまざまな商品展開を続けるドラゴンクエストからの音楽をお届けいたします。ちなみにドラクエを知っているという方、どれくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。普段ゲームをしておられない方でも、ドラクエというワードを聞けば耳にした記憶があると思います。そして同様にドラクエの音楽もきっとどこかで耳にされたかなと思います。作曲を手掛けたのは、テレビ業界の音楽や競馬の G1 ファンファーレの作曲などでも名が知られた杉山浩一さんで、実はテレビ番組の BGM や CM では驚くほどドラクエシリーズの音楽が使用されているんですね。その中で今回はトヨタのハイブリッドカーアクアの CM で使用されたドラクエのオープニング曲序曲と、ゲーム中に流れる冒険の旅を続けて演奏いたします。そしてここで吹奏楽団ベルエキップでは、創団以来16年、初めて指揮者が変わります。楽団の方にお話を伺ったところ、これは本当にありえない話だそうで、それを成し得るほどの事情があるそうなんですね。ここで少々お時間をいただきまして、そのエピソードをお伝えしたいと思います。このドラクエの音楽を今から指揮する方は、学生時代に吹奏楽を始めた時から今日に至るまで一貫した思いを抱き続けていらっしゃいます。それはドラクエの音楽を一度は演奏したい、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 そんな思いだそうです。その思いはあまりにも強く、そして暑苦しすぎたゆえに、部活中には同級生にも指導者の先生にも理解をされず、その満たされない状況に一人寂しく枕を濡らした日もあるとかないとか。この演奏会に向けた構成会議の場にたまたま居合わせた彼は、選曲候補に挙がったドラクエを演奏するかどうか、非常に高価な楽譜の購入費も含めて悩む団員さんたちに向け、こう伝えたそうです。ドラクエは僕の夢です。全てなんです。ドラクエの音楽が演奏できるなら楽譜も自前で買えます。だからぜひ。学生時代から何度も打ち明けて、そして決して届かなかったこの熱すぎる思いが、今回の舞台で初めて叶います。そしてそれは楽器での演奏参加ではなく、彼の中で秘めた思いであったもう一つの夢、ドラクエの音楽を指揮することです。それでは登場していただきましょう。指揮は清水直人さんです。伝説の勇者清水直人さんと愉快な仲間たちの旅が今始まろうとしています。曲はゲームドラゴンクエストより序曲冒険の旅です。
ゲームドラゴンクエストより序曲冒険の旅でした。皆様、彼の長年の熱い思いが届いておりましたでしょうか。届いていれば幸いでございます。彼の夢の冒険はまだ続くと思います。さて、テレビから聞こえてくるでも題名は知らないあの曲をテーマに進めさせていただきました。第2部のステージですが、次で最後の曲となります。第2部最後にお送りいたしますのはジャパニーズグラフィティ8ウルトラ大行進です。昭和の時代から現在まで続く子どもたちの、そして今となっては大人たちにとってもヒーローといえるウルトラマン。先ほどのドラゴンクエストは30周年を迎えたとお伝えしましたが、ウルトラマンはなんと誕生から50周年を超え、最も派生テレビシリーズが作られたテレビ番組としてギネス世界記録に認定されるほどです。初期シリーズの放送時は当時の日本で一大社会現象となった怪獣ブームの牽引役と言われていました。その認知度の高さから現在のさまざまな番組の名称にもウルトラマンをもじったタイトルを付けられることもありますし、劇中音楽や主題歌はその世代ごとのニーズに合わせた形で何度も CM や情報番組などで使用されています。特に初期シリーズ作品の音楽は今の若い方々にはウルトラシリーズの音楽と認識されないまま聞きなじんでおられるかもしれません。最近ですと栄養ドリンクの CM で印象的な使われ方をしていますが、皆様ご存知でしょうか。また調べてみてください。今から演奏するウルトラ大行進は初期のシリーズの中から初代ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマン太郎、帰ってきたウルトラマンの4作品、その主題歌を中心としたメドレーで皆様にお届けいたします。見る者に勇気を抱かせ、そしてスペクタクルな世界を思い描かせたウルトラマンたちの音楽をご堪能ください。それでは第2部のステージ最後の曲、ジャパニーズグラフィティ8ウルトラ大行進です。